大ー交差点から高尾方面を望む田,田尾交差点滝の沢交差点。左方向が新道、右方向が急道。路線バスの大半が急道へ向かう。三塚交差点より八王子方面へのバイパスを望む東京都道47号。八王子町田線は東京都八王子市から町田市に至る都道である。この道路は通称町田街道と呼ばれる。俗に略して 町会と呼ばれることがある。ほぼ全区間、東京湾と相模湾の分水会に沿っているほか、町田市相原町技橋本付近から町田駅付近までは、旧来の絹の道の道筋とほぼ一致する。ただし、小田急線町田駅前の玉川学園前8号踏切付近から都道51号線交点までの区間は、すでに町田市に管理が移管され、現在は、 町田市道として管理されている。旧道となる絹の道営通りかつては、東京都道171号、愛原停車場線も町田市愛原町で、重複区間が存在したが、2021年8月1日付で、道路線は廃止となった。多田尾公園大橋橋梁トンネル山崎団地トンネル、町田街道入口交差点の国道20号上の、標識新道区間。 ありがとうございます。